皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタカです。自分の動画を見に来ていただき本当に感謝してます。ありがとうございます。もしよかったら見ていってください。で今日はねこちら、まあ今日はね見ての通りで、こちまあ見ての通りって分かんないかもしれないですが、こちらレッドビーシュリンプの水槽になりますね。で向かって右側が第一水槽、左側が第二水槽で、あちらにね、あちらの水槽、あそれ奥のにね、奥にあるんですけど、あの水槽を第三水槽として話してますね。今回話したかったのはね、まあ、こちらですね、第二水槽ですね。こちらでね、ちょっとね、進展があったので、ね、ちょっと動画にしてみようかなと、今撮ってます。とりあえずね、各水槽に、まあ、餌をね、落としていくんでね、これね、エビ玉シュリンプフードね。で、この餌の集まり具合もね、そうですね、見ながら話していきたいと思います。これ毎回やってるんですけど、エビがね、集まるシーンもね、すごく面白いんでね、それを見ながら、毎回撮影してます。落としますね。はい、落ちました。今これ第2水槽なんですけど、第1、第3にも同じく餌を落としていきます。ね、第1水槽、はい、落とします。はい、落としました。次、第3ですね。はい、第3水槽ね、こちらに今、落としました。これもね、まあ様子見ながら、後でね、ちょっとね、まあ話して、第3水槽もね、見てみたいとは思いますが、今日はね、第2水槽の話をメインに話したいんで、はい、戻ります。はい、こちらね、第2水槽ですね。で、第2水槽で、前回ね、話してたと思うんですが、第2水槽ではね、前、放卵個体が、まあ、2、3匹いましたよって話をしていたと思うのですが、まあ、進展があったっていうことで、まあ、お分かりかと思うんですが、実はね、この水槽でね、もう、チエビが生まれてます。ということでね、この、今日はね、そのチエビを、この第2水槽でも生まれたんで、まあ、そのチエビをね、まあ、皆さんにもお見せしたく、動画を回してます。で、見たところ、これね、とりあえず集まってるエビを見ますかね。はい、続々とね、集まってきてますね。まあね、第二シートもね、すごくね、調子いいって話はしていたと思うんでね、見ての通り、エビの動きもいいのではないでしょうか。どうですかね、今もね、多分、放卵しているエビもいると思うんですけどね。これとか放卵してる、まあ、わかりづらいですけどね、上からだとね。下から見ればね、お腹に卵を抱えてるんで、わかりやすいんですけど。ちなみに今、こちら、はい、この方。この方もね、卵を抱えてますね。この方、放卵してますね。あ、ちょっと見えましたかね、これ。この方。うん、ちょっと見えますかね、お腹。うっすら。うん、あ、見えたかな、見えますね。まだ、うん。放卵、個体がいるんですけど、まあ、放卵がいるにもかかわらず、実はね、チエビがいるんですね。当然のようにね、これね、餌に群がってんのは親エビなんですけど、カメラをこう動かしていくと、どうですかね、チエビいますかね。どうでしょうか、チエビさん。いるでしょうか。まだいない、まだいない。はい、いた。はい、いましたね、これね。もう泳いできましたね。はい、いましたね、チエビ。生まれたばかりのチエビさん。はい、今ね、親エビと一緒に合流しましたね。というのも、チエビはね、実はこの餌にはまだ反応しないんですよね。今2匹いますね、ここにね。チエビなんでちょっとね、ピントがね、なかなか合わないんで、その辺はちょっとね、申し訳ないんですが、見えにくいかもしれないですけど。これ今いますよね、ここにね。手前にね、1匹。こっちにもいますね。これ3匹いますね。で、あとね、こちらのガラス面にも何匹かいますね、これね。はい、これね、2匹いますね、今ね。上にもいますね。はい。この方ね。今ガラス、こっちには3匹かな。で、反対側にもガラス面にも何匹か。あ、これとかね。ちょっとね、やっぱちっちゃいんでね、なかなかピントが合わないんですけど。アップするどうなんだ？あ、こんな感じか。はい、こんな感じですね。ちっちゃいの。見えます。あ、これわかりますね。これだとね。こんなのが、今生まれてます。
なおね、ホウラン個体もいるんで、さらにね、増えるんではないでしょうかね、このチエビがね。はい、ではもうちょっとね、チエビをもう一回探しますか。チエビさん、チエビさん、チエビさん、いない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 。いないなぁ。いないなぁ。ん？あ、いた。いた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 。これね。いましたね。チエビが無事生まれました。ということで、今回は、動画にしてます。まあ、ということでね、こちらの第二水槽もね、ようやく、前回も言いましたけど、いい兆しですね。こっちの第一水槽、いきますか。はい、こちらね、第一水槽ですね。はい、第一水槽もね、まあ集まってきてきますね。まあエビはだいぶ減りましたけど。まあ前もね、言ってましたね。エビ少なくなってきた。まあね、この第一水槽でまあ、前回も言ったんですけど、この第一水槽でね、すごい増えたんでね、十分活躍してくれた水槽なんですよね、この第一水槽もね。で、今ね、第二水槽が今、かなり調子良くなってきてるという感じですね。で、第三水槽いきますかね。はい、第三水槽はこんな感じ。かなりね、大人になりましたね。もう大人ですね。第三水槽はね、これ第一水槽からね、全部持ってきた、チエビですね。すべてチエビだったエビなんですが、これほど大きくなりましたね。もう、ホウランコタいるんじゃないかなっていうくらいですけど、まだいないかな。もう大人ですね。はい。ちなみになんですけど、これね、僕の壁際に、これ、なんだかわかりますか？てんてんてんっていうの。これね、これはね、ケンミジンコってやつですね。見えねえ。このてんてんてんが動いてんのわかりますかね？これ。ちょっとね、携帯で、ね、この限界ですね、これがね。ケンミジンコ。はい、このてんてんてんのみんな、ミジンコですね、ケンミジンコ。はい。この子らがいっぱいいますね。この水槽にも。まあ他の水槽にもいっぱいいるんですけど、それなりにやっぱりね、こういう、ケンミジンコがいっぱいいる水槽もまた、自分は、いい水槽だと思ってます。はい、戻りました。こんな感じです。まあ変わりはないですけどね。まあ第二水槽もこんな感じで順調ですと。では、アクアリストタカの今日は、レッドビーチリンポの話でした。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャ。はい、今日はあられです。あられは今日は家の中をお散歩してます。はい、あられ、あられさん、あられさん、はい、あられです。こちらはね、お姉ちゃんの部屋ですね。はい、毛づくろいしてますね。いやね、これ2階はね、今ね、これ暑いんですけどね。暑いのですが、なんか大丈夫みたいですね、猫は。はい、あられ、ということで今日はあられでした。はい、あられ、はい、またね、またね。